こんばんは、パーソナリティの小林美希です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。さて、5月がもう終わろうとしていますね。1、2、3、4、5、もうなんか半分終わっちゃいそうですよ。過ぎちゃいそう。上半期どうします？あっという間ですね。あっという間ですよね、本当に。仕事頑張らなきゃと。頑張ってらっしゃると思います。いろんな会議にも行かれたり、またね、海外の視察にもね、はい、私はね、ちょっと行かれたりとかで、ご対応が、はい、続いておりますけれども、そんな中で会議の一つに、はい、こう未来の医療現場に関するものっていうのがありましたよね。はい、あの医療機器のですね、医療機器産業ってあって、まあ、ちっちゃいものだとあのメスとかですね、はい、こう皮膚を切るメスもあれば、もっとちっちゃいとあの心臓に入れるカテーテルとか、はい、いう、 こう小さな部品から、例えば MRI とか、はい、あのレントゲンを取る機械とか、そこへ大きい機械まで、まあ、この医療機器の分野っていうのは一つの産業としてあって、はい、これ日本も、まあ、昔からものづくりも強いし、うん、細かいものってのとっても作れますから、非常に伸びしろある、はい、産業なんですね。ただこう医療機器の認証を取るのが、まあ、昔、今最近まではですね、結構日本で厳しかったので、なかなか日本で作っても新しいものが世の中に生まれづらいっていうものもあったりして、はい、この医療機器産業をですね、応援する議員連盟っていうのを作って、そこを応援をしてきたんですけども、あのこの度私事務局長になりまして、はい、まあ、というのも医療の分野に詳しいというよりは、どちらかというとテクノロジー技術の分野に詳しいので、はい、まあ、最近こういう医療機器もですね、もう完全に IT とつながって、ソフトウェアでこういろんな機器の能力が上がっていく。例えばレントゲンで今まで取れなかったものが、ソフトウェアを更新すると、はい、機器は別に買い替えてないのにいきなり能力が上がるんですね。あ、 MRI で撮ってた画像を、まあ、今までは人が判断してたんだけども、はい、ある時からインターネットからそのソフトをダウンロードすると、うん、こう AI が判断してくれるんだとか、こういう技術っていうのがどんどん出てきてる、はい、そういう関係もあって、まあ、小林技術に詳しいだろうって言って、うん、はい、この事務局長にあの就任したんですね。はい、全てを買い替えなくって、はい、投入するだけでいいっていうと、コスト面でも助かりますよね。そうですね、あの医療機関も助かりますし、はい、でわざわざそこに機械の回収にも来なくてもいいので、あの売る側、販売する側も助かりますし、はい、何よりそうやって医療の質が上がっていけばですね、そうですね、患者さんがすごく助かる、はい、早くに取り入れることができるということですよね。そうなんです、世界同時にこう新しいサービスが始まったりとかです、ね、すごいですね。この間何か手術をするバーチャルか何かされてました？はい、そうですね、あのこの間はですね、それの一番新しい形を見ようということで、はい、東京女子大と早稲田の理工学部のですね、はい、大学院の研究室が連携をして、手術室をスマート化するっていうプロジェクトをやってるんです。まあ、確かに手術室っていろんな検査機器があって、はい、で場合によってはこう電子顕微鏡みたいなのを覗きながら手術されたりとかしてて、そういう意味ではなんかこうものづくりの現場に結構知恵が生きるんですよね。はい、ということで、こう合作でですね、スマート化するんだっていう取り組みを見てきたんですけど、これすごい可能性を感じてですね、はい、あの全国の手術室をもう一気に質を上げることができるような技術ができてて、でどういうものかっていうと、今の医療機器って全部その例えば心電図とか、あ、他の脈を測ってるとかですね、で、カメラで撮ってるとか、はい、それ全部それぞれ独立した機器なんですね。そうですね、はい、なのでお医者さんはそれをそれぞれ見ながら判断をしなきゃいけないということなんですけども、はい、今回開発されたスコットというソフトウェア の製品なんですけども、はい、その医療機器をですね、全部インターネットのネットワークにこう挿しちゃう、手術室で、はい、挿すだけでそれがそのソフトウェアにデータが上がってくると、1画面に全部集約して見れるようになるんですね。一目瞭然。まずだからお医者さんもですね、こう1画面で全部見れるものだからとっても判断がしやすい、はい、これが1つ目、2つ目は時系列でそのデータがちゃんと残っているので、はい、どこの神経を例えば触った時にこういう反応が出たっていうのが、全部映像とともに他の数値の動きも後から検証できるんですね。すごい。でそうすると勉強したいと思った方が、はい、あのお医者さんの卵をですね、見た時にも、あ、こういう作業をするとこういうことが起こるんだっていうのは全部わかる。今まではそこがこうつなぎ合わされてなかったんで、何の作業をして何が反応が起こったかって後からよく分かんなかったんですね。で時間もかかりますよね。時間もかかる。でさらに何か事故
があったり、うん、ハプニングがあった時もこれ検証ができる、うん、これは医療機関にとってはとっても大事なことですね、そうですね、これが一つですね、はい、でそれよりももっと面白いなと思ったのは現場で一生懸命作業するじゃないですか、はい、そうすると目の前のことに集中しちゃうわけですよ、でそれをですね一元化したその画面は通信でどこからでも見れるようにできるので、うん、だとってもその手術に専門的なプロの先生がですね、はい、広島で手術をしている現場の人に対して東京からアドバイスを送ってあげたりとか、すごい、場合によっては車の移動中に通信をしながらアドバイスを送ってあげたりということで、ここで紹介していただいた方の例えがとっても分かりやすいなと思ったんですけど、これから手術室はもう宇宙飛行士の空間になると、宇宙飛行士もこう月面で作業しているとすると、NASA の本体からですね、地上からこう指令が飛んでくるように、手術をしている現場でですね、手術をしているお医者さんに対して本部から指示が出ると、ここは触らない方がいいよとか、そこは取り残しちゃダメだよっていうですね、どんどんアドバイスができるもので、なんかね、小さな市町村も喜びますよ。いや、そうなんですよ、ね、で飛躍的に質も上がるんで、はい、そう、大きな病院に行くまでに時間がかかりすぎていたとこありますよね。そうなんですよね。それが自分の町で受けることができて、はいはい、この専門家の先生のアドバイスを受ける、はい、いいですね。いいですよね。地域医療にとってもね。で、医師の方もこう高齢化してもですね、はい、アドバイスすることができますから。そうですね。手元はちょっともう触れないけれどっていうことですね、これもだから100年活躍するっていうのにもなりますから、すごい、こういうものが。ただ、あの問題はですね、今の日本の医療制度だと、こういう手術室をアップデートするソフトウェアにはですね、予算というか、報酬がつかないので、病院にとっては、こう、費用だけかかるということになっちゃいます。だから、ここは質が高まることに対してですね、ちゃんと費用が出るような、あの制度に変えるということも必要なので、まあ、このあたりをこういう議員連盟からですね、しっかり政策を作って、皆さんの医療の質が全国津々浦々、ちゃんと上がっていくっていう形ができるんじゃないかと思いますね。頑張ってみたいと思います。今すごくイメージしてもうすぐにでもしてもらいたいと思ってしまったので、いや本当に本当に早くお願いしたいと思います。で、今ある手術室でいいんで、そうですよね、はい、はい、さあ期待しましょう。ではこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は高和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は内海南工作会代表でいらっしゃいます稲木努さんをお迎えしています。稲木さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、稲木さん、よろしくお願いします。お願いいたします。今日は宇都宮からお越しいただいて、はい、ありがとうございます。この南宇都宮南工作会、はい、ということなんですけど、はい、成り立ちをちょっと教えてください。2011年ですね、はい、やっぱし私が帰って11年になるんですけども、帰った時ですね、やっぱし休校地がどんどん増えて、これじゃあ今言いましたように我々みたいな U ターン組がですね、なかなか帰れなくなるということを踏まえてね、地域の活性化と、それからやはり耕作地のやっぱしどういうんですかね、確保、イノシシなんかも出てきたりもしましたけどね、はい、まあ、そういう目的から、まあ、設立、ちょうど福山市さんの農政課でタイアップさせていただいて、協力していただいて設立したあの組織ですね、はい、というわけでこの耕作放棄地をしっかり使おうということだ、はい、ということなんですが、南373、数字の373と書いて南耕作会なんです、はい、この373はどういうの。これは当て字でですね、はい、AKB さんのあれあやかってですね、はい、そういうことで南で、はい、で近く の, あの隣のお家なんかも373でしてます、はい、あの車の番号をね、まあ、そういうことも踏まえてで、はい、まあ工作街だけ言うんがちょっと固いんですけど、まあ、ちょっとおしゃれなイメージでつけたんです、はい、なるほど、そういうネーミングなんですね。これ設立に関してはこう U ターンしてくる人たちが、はい、こう帰ってこれる場所っていうことなんですけども、今メンバーはどういうメンバーになってるんですか。今実質10人ぐらいで、はい、でまあ、新たに随時を募集をかけてるんですけど、その中で、まあ、設立してたんですけど、どう言ったらいいですかね、最近は若いお母さん方とかね、はい、それから今福山市内から2人ほど来ていただいて、今10人ぐらいでですね、毎週土曜日の
朝の8時ぐらいから昼ぐらいまで、そういうのを農作業の作業しております。じゃあ週一こう農作業をするというのが活動、はいはい、どんなものを作ってるんですか？通常の野菜、まあ、キャベツ、人参、その大根、ずっと通常の我々の家庭と、それからそれだけじゃやはり大変なんでですね、やはりみんなが喜ぶ、みんながこう来てほしいということですね。ブドウとイチジクはですね、はい、まあ、3年目から収穫できるいうことをしましてね、ええ、その2つを今とか、あとあんず、それからオリーブはまあ一部ですけどね、まあ、その辺を一緒にしてます。はい、まあ、そういう意味ではこう日常使いするお野菜と、はい、まあ、ちょっと美味しく嬉しい果物もやってると、いうことで、これ日頃の管理はどなたがされるんですか？週1回ってわけにいかないですよね。ですから行ったらみんな大変忙しいですけど、はい、私がまあ例えばブドウ管理とか、それから野菜は野菜、藤井さん言うてチーフがおるんですけど、はい、藤井さんが毎週だいたい野菜が収穫できるように多品種、まあ、少量ですけどね、はい、毎週持って帰れるような形で今作っていただいてます。では、まあ、メンバーでそれぞれ役割分担、はい、役割分担、自然のうちにですね、はい、やってるうちに役割分担、専門性がこうあるんで、はい、ということで、そこにまたお母さんたちも、はい、メンバーとして入ってきてるんですが、どういう、こうモチベーションで来られてるんですか？そうですね、まあちょっと知り合いでですね、まあ、移住してきた方で、はい、まあ、鈴木さんいう方がおられるんですけど、まあ、日中悪しで子供さんが虫が大好き、それから本人も畑が好き、はい、いうことですね、まあ、ちょうどこう会いましてね、で一回来ていただいて体験で来ていただいたら、まあ、毎週ねハマって今来ていただいてます、はい、その方が今のママ友グループで、うん、やはりそのグループでですね、何人かを子供さん連れてですね、呼んでいただいてます。そういう意味ではお子さん連れでこう、まあ、農業体験も兼ねて、そうですそうです、毎週遊びに来ながら、そうです、畑仕事をすると、はい、毎週でも収穫できるものってあるんですか？例えばもう今はまだ玉ねぎとかね、それからそら豆、それから今出来たてのズッキーニ、まあ普通の野菜、キャベツとかずっとありますから、はい、じゃあ行くたびに収穫もできるし、新しいまた別のものを作る農作業もするし、はいはい、新たに種を植えて、ずっと作っております。でもそれ以外にも野菜果物作り以外もやってらっしゃるんですね、はい、活動としては。まあ、いろいろそれを野菜を作った朝市とかね、はい、まあ、そういうことで当該から来ていただくお客さんね、やはりまあどう言ったらいいですかね、活性化と、それから島の良さをまあ体験していただきたいということと、はい、それから今言いましたように袋の花畑さんとかね、はい、ゾノキッチンさんとかコレオリンさんとか、やっぱり新たにここで生活をね、新しくスタートしたいいう方のね援助をしながら、我々が PR しながら、まあ、そこで野菜果物も売っていただくと、はい、いうことも考えております。確かにいろんなまた新しい方増えてますよね、はい、コロリンさんだとドッグカフェ、ドッグランですね、ドッグランも始めてて、はい、で変わらずゾロキッチンはもう美味しいですし、はい、で原園シェフ頑張ってます、はい、袋の花畑はこの間もう満開でしたよね。満開でした。であそこへですね、まあ、うちの工作会で1000本玉ねぎ植えとったんですけど、はい、それの葉付きの分をですね、ええ、まあ、毎日を持って行かせていただいてね、300個以上売っていただきました。で我が家のレモンとか、それから甘夏缶、はい、八作とかですね、いろいろ果物も含めてですね、まあ、そういう面で当該から来ていただいた人に、まあ、お土産とかお楽しみでね、一緒に楽しんでいただこうということで、じゃあ協力していただいてます。工作会で作ったものがまたその新しい人たちの場所で販売されて、はい、もう街の魅力がどん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 広がってるっていう感じしますね。はい、ありがとうございます。いやでもすごいですよね、本当に最近またまた内海元気になってきたなっていう感じします。はい、
ではこの辺りでちょっとブレイクです、はい。稲木さんのリクエスト曲をお届けしようと思います。ちょっと渋いですよ。布施明で霧の摩周湖と、はい、今夜は三井南工作会代表の稲木勉さんをお迎えしています。ここから放送を聞かれた方になんで南っていうことでちょっとさっきもお伝えしたんですけれども、宇都宮町の田島南地区の工作グループなので AKB にあやかってっておっしゃってましたけれども373になってるということでいいです ね、おしゃれな感じでいいと思いますけど、はい、しかしあの前半伺っているとこの工作会本当なんか楽しそうだなと思って、みんなでね和やかに、でみんなあの、まあ、農機具は揃ってますから、はい、だからそのまま来ていただいたらねいろいろ体験あるいは見ていただいたりしたらね、また来ようかなと。そうですよね、いうことで宇都宮に来ようかなということで、この宇都宮との関係する人を増やそうってことなんですけど、はい、これ実際ちょっと工作会関心あるわっていう方はどうしたらいいんですか。まだ入れるんですか。入れます、入れます。どこに連絡したらいいんですか。私のでこの、はい、番号のところに電話してもらえたら、はい、じゃあ番号をお伝えしましょうか、はい、090-9509-5859090-9509-5859、はい、稲木さんに連絡いただいたら、はい、この南工作会、まあ、あの入る入らないよりも一回見に来ていただいたらね、はい、今ちょうどブドウの花作りしておりますから、今年だいたい800から900、はい、シャインマスカットとピオーネができますんで、お、それと苗木がいる方はあの作り方とかね、はい、いろいろあそこまで教えて、あのしながら体験していただきながらしていただいたらいいと思います。毎週土曜日の8時12時でやってるので、はい、じゃあそこにこう出かけてって、はい、近く行ったらこう電話すれば大丈夫ですかね、はいはい、お願いします。ということでじゃあまず見学してみましょうっていうことなんですけど、でも本当にあの稲井さん大活躍で、いえいえと、あの移住を促進するって言って空き家をこうまとめて、はい、移住促進やってもう10年以上になりますね。はい、そうですね、もう何家庭入りました。35世帯、人数だと110人ぐらいです、ね、110人、はい、そのうちお子さんたちも結構たくさん35人ぐらいです、ね、すごいですよね、はい、本当にちゃんとやればこれだけ来るっていうのはもう最も身近な福山の足元で起こってるってことなんですけど、はいはい、それに加えて最近はあの農産漁村の生活体験のホームステイの受け入れ、はい、これもなんか大人気らしいですね、はい、大人気です。ぜひあの今受け入れ過程がですね、はい、あの不足しておりますので、ええ、いうのは関東はですね400人学校が多いんですよね、はい、ですから400人を受け入れられたら、はい、もう任期はですね、ええ、海もあります、はい、山もあります、うんね、島でもあります、はい、そういうことで漁業体験農業体験何でもできる、それからカヤックとかいろいろあるんですけども、はい、そういうことでですねあの受け入れ方さえ揃えば、うん、まだまだ、まだまだすごいですよね。これ東京、はい、大阪、兵庫、広島県も別の地域から新潟、しかに海外、はい、全国から愛知からも来てる、はい、すごいですね、はい、ありがとうございます。本当にいやあの最初立ち上げの時お手伝いしましたけども、はい、本当ここまで大きくなるっていうのはもうすごいことで、そうですね、はい、先生にお手伝いいただきましたけどね。いやいや、でも無事立ち上がって、でもここからはむしろ受け入れ過程を開拓するのが大事ですから、はい、ぜひあのお知り合いがいたらですね声をかけてもらえると。これでもすごいですよね、あのこの体験できたお子さんが実家に家に帰って、お父さんお母さんに、はい、うつみこんな良かったって言って、そうですそうです、今度お父さんお母さん連れて今度観光に来てくれてるんですよね。そうですそうです。ですから第二のふるさとでね、あ我々もあの振り返ってみますと修学旅行には非常に一生のやっぱり思い出になるんでね、確かに、まあ、そういうこともありましてね、まあ、我々がもう結局元気をいただくんですよね、あの受け入れた側も、孫が帰ってきた、あるいは来た、そういうことも踏まえてね、はい、それからどういうんですか、産業なかなか起こしにくいんですけども、地元の野菜それから魚そういうことも踏まえてね、各家庭がみんながこう収入増になる、うん、楽しんでいただいていうことでね、はい、まあ我々も応援させていただいてます。で私もですから農作業の時は
40人でも受け入れ家庭でね、受け入れさせていただいております。なるほど、工作会としてね。いいですね、はい、いやすごいですよ。いや単純になんか修学旅行も景色とか観光地だけ回ってっていうよりも、はい、こうやって自分の住んでる地域じゃないところの生活を、そうですね、数日間でもこう体験すると全然こう身につくものというか入ってくるものが違いますね。そうですね、やはり都会の方はね、こういう田舎でね、自然に時間が止まったような感じで言うことにやっぱり慣れてないんで、すごく喜ばれますね、うん、なんで我々が何でもないことがすごく喜んでいただけるね。それから宇都宮町はね、はい、ご存じのように看板の差もね、有明海に次いであるんですよ、まあ大潮の時は4メーターちょっとありますから、看板の差なんかも現実わからないと思うんですよ、都会住んどったらね、そういうことも踏まえてね、海岸出ていただいたら貝殻拾っていただいたり、まあそういうことも踏まえてね、いいですよ。いやいいですよね、はい、潮の満ち引きですね、はい、本当に。いやこれからやっぱり体験が重要だと、教育においても、で観光においても、確か宇都宮町は海ボタルも今度は出てきますからね、はい、6月の後半から9月いっぱいぐらいまで、そうですね、海ボタル言ったら皆さん知らんかも分かりませんけど、綺麗なんですよ。綺麗ですよね、はい、こうバシャッと動かすと、はい、キラキラキラッとこう海面が光るっていうですね不思議ですよね、あれね、はい、意外と福山市内の人も知らないですから。そうですね、はい、ぜひ宇都宮に来ていただいて、本当に面白い、はい、私ね夕日が好きです。ああ。あります、ロマンチックですよね、宇都宮大橋に沈む夕日が、はいはい、最高ですよ ね, すね、あれをこう海岸とかねで見れたらもう本当に気持ちいいですから、はい、最高ですよ。ありがとうございます、ね、さあ続いて最後に今後のまた新しい展望を聞かせてください、ね、ですからまあ我々こう一団体でなくてね、まあ、商工会議、商工会の人と観光協会の方、漁業組合の方踏まえてね、島へ行ったら何かをしてるというふうな形でね、何かをしたいと思うと思ってます、連携をしながら、はい、でやはりよそから来られた方がいつ来ても、まあ、我々が笑顔で対応できるようにね、我々も努力していきますので、はい、ぜひとにかく交流人口とやはり移住でね、はい、こんないいとこがやっぱりあるんだということでね、見ていただきたいということですね。いやもうぜひこれでも広い地域でこうやって連携できるといいですね、はい、先日また今年も観光タイヤ日に、はい、東京からのお客さん連れて乗ってきたんですけども、はいはい、まあ、あれ行き船乗るんでやっぱりテンション上がるじゃないですか、ええ、で観光タイムやるって、ええ、終わった後また戻る時って若干テンションが下がってるんですよねもう一回船乗ってるんでなんでその場でですね、はい、ちょっと漁協の組合の皆さんにご協力いただいて、ええ、そこから漁船でですね、ええ、タイヤミから乗り換えて、ええ、今度は宇都宮の、ええ、クレセントビーチ行ってですね、はいはい、でそこで今度はそこで取ってきたタイを、はい、バーベキューで焼いてやったんですけど、はいはい、これはですね盛り上がるんですよね、ああそうですね、はい、だからそういう意味でなんかこうね、共にたくさん観光客今来てますけども、それを今度は別の地域にこう渡していくとか、ホテルに泊まった方にちょっと漁船でちょっとこうね、さっきの夕日を見に、そうです、ね、クルーズに行けるとか、はい、ツアーを作ったらいいんですよね。そうそうそう、いろんなルートを作って3つぐらいに分けて、ね、はい、海からのね、アブト観音なんかも非常にいいです、ね、これこれ鉄板です、私も行ってきましょう、見せるとみんな喜びます ね, ね、なかなかない景色だと。そうです、はい、横島の裏では敵島ね、無人島もありますし、はい、ね、無人島体験もできますし、ね、そうなんですよね、だからもうこう広域でですね、はい、もう体験ルートを作って、でそれをメニューにしてホテルに泊まってチェックインするときにこう渡されると。いいですね。明日どうですかと、アドベンチャールート、ね、アドベンチャールートとかね。ですからこうラグジュアリーになると思って。いいですね。ですから我々もね、オール宇都宮で、とにかく連携して頑張っていこうことで、はい、しておりますので。はい、ね、これは楽しみですよ。食も美味しいし、体験も楽しいし、季節もいいし。そして人も素敵ですし、はい、ありがとうございます。ますますぜひ一緒に協力してやっていきますから、お願いします。どんどん宇都宮を訪れる人増やしてもらって、はい、頑張りましょう。はい、お願いします。はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今夜のゲストは宇都宮南工作会代表の稲城勉さんでした。
また広がりましたね。また広がりますね。ありがとうございます。また新しいプロジェクト始まりそうですよ。はい、ビンゴ全体を巻き込んでね。そう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 、小林さんがよく言われて、海と山もこうつないで、ですから僕らの合言葉がね、友もいいけど宇都宮もねいいことしとる友もいいけど宇都宮もねということです。頑張りましょう。はい、それでは今夜もお相手は小林美明と、アシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産カネソ22の提供でお送りしました。さようなら。